道の駅巡りの旅静岡県編ということで、道の駅数全25駅の静岡県に来ております。残り9駅、そのうち本日は8駅を巡りたいと思います。静岡県ね、残る8駅も結構ね、個性的な道の駅が多いんで、でいつものグルメとか景色とか王道じゃない、ちょっと変わった道の駅結構過酷かもしれない。頑張って。では1駅目はこちらです。塩見坂なんですけども、静岡県最西端の湖西市にある道の駅です。ほぼ愛知の方針、もうほぼ愛知です。すぐ近くに遠州灘と浜名湖がある、ロケーションもいい道の駅です。浜名湖知ってる。浜名湖でかいしね、結構人気のスポットなんですけど、荒れてた天気悪いからね。この遠州灘を見れる足湯があるのもこの道の駅いいところ。あ、へえ。一番のおすすめは、朝8時半から食べられる絶品しらす丼。しらす丼？そう、そのしらす丼がこちらです。おお、まっすぐどっさり入ってるね。今一番美味しいしらすなんで。へえ。これは朝から食べられるの贅沢なんですよね。僕がしらすと生海苔のハーフ&ハーフ丼です。おい、わんぱくだな。うまそうやな。生海苔って何と思ってね。佃煮みたいなね。うん、それではこっちを頼みますか。あ、いいですね。いただきます。どうしよう、どうしようかな。レモンあるぞ。どうしよう、食べるか。食べろ食べろ食べるか。食べてくれ。どうしたらいいのこれ。いや、普通にこのしらすだけを、しらすだけをまず食べて、でご飯と一緒にね食べて、何もかけずに。何もかけずに、食べてる。うまっ、うまい。おいしい。これおいしい。なんでこんなちっちゃいのにうまいの。な、わかるわかるわかる。なんだこれ、うまみぎっしりなんや。そうね、魚のうまみがこんなちっちゃいのに詰まってる。ここのシラスも大好き。朝からこれ食べるの大好きなんですよ。垂らしちゃうよ。おー、いいな。俺垂れついてないの。生のりあるからね。生のりもうまいと思う。あ、うめえ。絶対うまいやろ。うめえ。めっちゃ濃いね。ご飯ですよとかあるある。あ、よし、しっかりしたから同時に行って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 。何これ。よし、お口の中だ。めっちゃ最高じゃん。キムタクかよ。めっちゃうめえ。うまいでしょこれ。最高。うわぁ、しらすが喜んでるよ。贅沢な卵かけご飯やね。そうそう、これを卵かけ。どうするどうするの。これ舐めるか。食えよ。舐めるか。食えよ。いただきます。もったいない。うまい。うまっ。卵と合うね。なんかこれめっちゃおすすめだと思う、ね、ぜひね、朝一で食べてほしい。最高。実況してよ。え、実況、あのサスケの実況で。さあ右カーブだ。右カーブに曲がった曲がった曲がった。同じこと言うよね実況の人って。間をつなぐ、ね、さあこの急なカーブを今ダンペが曲がった曲がった曲がった。ダンペ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 がダンペが曲がった。ダンペがダンペダンペとか言う。落ちた時もすごい言うよね。あーっとどうしたーとか。あー、狭め狭いね。これ運転したの君は。俺運転したね。で後ろにバイクとかが詰まってる状態でさ。でもこうバイクすらも行かせてあげられない。確かに、ね、狭さ。いや、ほんと辛かった。これがね、まあ長いこと続くんよ。二駅目着きました。こちら道の駅群馬水車の里なんですが、浜松の秘境として知られる場所にある道の駅です。浜松なんや。浜松市なんですね。へえ。ここ来る途中がすごい狭く曲がりくねった道を通るってところで知られてるんですよ。国道ってやつよ。国道ってやつです。いや、ひどかったね。カーナビ通りに来るとその道にぶち当たるんで、ちょっと遠回りして来るのがおすすめらしい。あ、ここの名物は水車で、
これね、どうやらこの地域もともとたくさんあったらしいんですけども、今一機しかなくて、この地域のシンボルとして存在してる。景観に合ってるね。すごいいい雰囲気だよね。うん、で一番のおすすめはお食事どころで、名物のそばや鹿肉。僕が頼んだのは舞茸天ぷらそばです。え、舞茸めっちゃうまそう。絶対うまいよ、こんな。いい色。そばもちょっと麺若干太い。太いし、つゆもね、いい色してますよ、これ。うん、いいね。うまそう。僕が鹿肉シチューです。上品だね。こう、シチュー、道の駅あんまないよ。ないね、ちょっと珍しいやん。しかもさらに鹿肉っていうね。確かに、確かに。どうなんやっていうの。こんなね、秘境で巡り合えるとはね。いただきまーす。絶対うまいじゃん、こんな。まずはサラダから。ベジファーストなんだっけ。甘めのつゆ。西側やねんかな、うん、静岡の中で。確かにどこが境ないんだろうね。分かんない。関東はしょっぱいもんな、うん、これね、東京とかではね、食べられない。ちょっと柔らかめで美味しいわ、麺も。うまい。あー、美味しい。なんかこの和の店に来たのに全然和じゃないね。確かに、なんか本格的じゃない。うん、めっちゃうまい。この肉どうなんていう、ゴロゴロ入ってる。すごいね、ジビエって癖が強い。強い強い。うん、どうなんの。すげえ。あ、うまっ。多少の癖はあるけど、うん、全然気にならない。あー、いいね。え、うまっ。これ意外と美味しい。他にもね、鹿肉のお茶カレーっていう、すごい珍しいね。緑色のカレーのお茶ね、すごいね。まあ、静岡だけにね、うん、いや、おもろいね。面白い、意外と攻めてるね。うん、え、今んとこ良くない。今んとこいい、今んとこ調子いいぞ。確かに調子いいね。めっちゃいいぞ。3駅目着きました。道の駅天竜総図花桃の里なんですけども、天竜川沿いにある船切らダムの横にある道の駅です。この道の駅からそのダム湖を横断できる架け橋もあって、まあ、そこも絶景スポットです。景色は良さそうだよね。すごい景色もいいし、のどかな場所です。うん、で3月中旬から4月上旬ぐらいまで花桃の花っていうのが咲き誇るらしくて、それもね、綺麗なところとして知られてます。景色がいいとこないよ。景色がいいです、とにかくここは。はい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 。今日はね、休業日なんで、スタンプだけ押して、まあ、24時間押せるんで、まあ、ここは終わらせましょう。4駅で着きました。こちら道の駅一服処横川なんですけども、椎茸を押し出している浜松市の道の駅です。ここも浜松なんや。ここも浜松。直売所で、ね、巨大な椎茸が生えたり、お食事所では椎茸そばとか椎茸うどん、椎茸味わえます。いいね。でここのおすすめは椎茸ソフトクリーム。何それ。椎茸味のソフトクリーム。何それ。椎茸味、まあね、食べてみないと分かんないんですけども、ちょっとね、休業中なんで、ここも、あら、申し訳ないんですが、スタンプだけでここも行かさせていただきます。5駅目着きました。こちら道の駅奥大井おとぎの里なんですが、スマタ橋をはじめとする奥大井の玄関口として機能している道の駅です。なるほど。豊かな自然の中で音を楽しむ施設として知られてまして、施設入ると聴診器とか物に当てていろんな音を聞くっていうミュージアムがあったりします。すぐ隣が大井川鉄道の千頭駅ってところなんで、電車からのアクセスもいいです。でこの大井川鉄道の SL が走るんですけど、この SL の汽笛がこの南アルプスの山麓にこだまするのが日本の音風景100選に選ばれている、そういう場所です。そんなあるよ。すごい豊かな自然に囲まれた音を楽しむ場所なんで、いいところです。結構楽しそうやね。ただ今日休館日なんで。多くない？3連続休館日多くない？ただね、スタンプも押せるんですよ。優しい。3連続スタンプ押せるんで、まあちょっとね、スタンプだけ押しましょう。6駅目着きました。こちら道の駅
ホーレ中カーネ茶名館なんですけども、うん、静岡の特産品であるカーネ茶を存分に楽しめる道の駅なんです。直売所ではいろんな農園で作られたカーネ茶を購入することができます。賞とかを受賞した最高品質のお茶を気軽に購入することができるんですよ。そして休館日ないえいえ、そんなもないです。その他にここすごいんですよ、本当に。ここからすごいです。なので道の駅でそのカーネ茶を優雅な茶室でお茶受けと一緒に味わうことができるんですよ。道の駅っぽくない一気に雰囲気変わるんですよ。こここす、さあさあ、どうぞ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 、ここでさ、どうぞ。へぇすごい、こう座っていいの？あ、どうぞ。すいません、すいません、すいませんね。さあ、足を置いていいの？なめねえだろ、お前、なめんなよ。どうするの、これ。ここでもう、来るのを待ちます。ほう、全国お茶大会、77回のお茶大会で一等、2席を取りました、一等。そしてこちら、一等、3席の3席、はい、ユスの中に袋の一人分のお茶、後ろ側にキリキリついてございますよね。はい、ちょっと切ると空気が入ってお茶が動きます。お気をつけてゆっくりと横に引いてください。難しい、ゆっくりと、ゆっくりゆっくりで、今お受けしたユスの中に全部入れてくださいので、いや結構入ってますね、はい、これね、はい、そうですね、意外と綺麗でしょ、普通よりで、うん、でも、そして黒光りがするでしょ、うん、熱いお湯入っております、はい、気をつけて、お手前湯飲みですね、はい、湯飲みに7分目ほど入れてください、はい、ちょっと多かったです失敗したもん、もう少し入れましょう、はい、結構です、こちらです。落としてよろしいでしょうか、ね、はい、カンフラムに対してのお湯の分量なので、ちょっとうるさく申しますので、どうですか、すみません。少ない。少ない。逆にね。おいしいでしょうかね。7分目は少ない。厳しいですね。でも、やはり厳しい方が、お茶が美味しく召し上がっていただけます。はい。よそに入れましょう。はい。マーケットにしましょうか。で、ここでちょっとお時間かからない。急須をお持ちしましょうか。はい。はい、どうぞ。垂直にしましょう。立ててください。ゆーっと立ってましょう。そうですか、そうです、そのままお待ちくださいね。はい、私あのお声かけるまでそのままでお待ちいただきます。そうしましたよ、ね、この一滴一滴がうまみなのできっちりと入れてください。で、一回しか召し上がれないんですよ、この味。そうなんです、そうなんです。同じお急須ですけども、1銭、2銭、3銭とお味が変わってまいりますのでね、はい、それをちょっとだけ言ってもらったんですよ。ゆっくりと召し上がってください。そうですね、召し上がっていただきます。お口に、お口か、すいません、はい、なんでこれ、すごいな、今まで、え、お茶じゃない、お茶じゃないな、苦味あるけどね、めっちゃうまい、そうなんです、何これ、よすぎ、うまみせん、手ありとか、皆さん、村上さんが休止されてますよね。召し上がったはないですよね。いや、ないです、正直、絶対買わないだろうと思ったけど、思った、思った、はい、なので、よすぎ、お茶の分量、お湯の分量、そして置いていただくお時間、お茶ハマるかも、これ分かる、分かる、めっちゃすげえ、ハマる気持ち分かる、特にあの若い方がそんな風におっしゃっていただくと、とても嬉しいですね。いや、もうすげえ、これ、はい、ね、少し今まで召し上がったお茶にちょっとだけ近くなりました。そうですね、飲みやすい、そうですね、癖がさっきよりなくなりました、なりましたね、とはいえね、やっぱ違う、うん、違う、やはりそれは違いますね。一口召し上がってからお茶受けの方にお釣りになっていただき、お茶受け召し上がられながら、はい、ごゆっくりとなさってください。すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼いたします。
泳ぐの？そうやん。お前、あのお母さんといなくなってからすごいね。お前、あのお母さんが一口ずつずつでいなくなるんだろうな。お前、聞き放題だよ。いや、うまい。これやっぱ甘いのとね、ちょっと渋みがちょうどいい。わかる。わかんない、お前は。このお茶と、普通のお茶の違いは、絶対わかる。いや、正直わかる、これ。うん。いや、わかる。こんくらい違うんで、皆さんもぜひ試してください。7駅目着きました。着きました。こちら道の駅川根温泉なんですけども、ちょっと時間の都合上スタップだけをしてちょっと終わらせたいと思います。こちらなんですけども、静岡県トップクラス湯量を誇る温泉に入ることができる道の駅です。全11箇所ある浴槽全て掛け流しの温泉に入ることができるんです。道の駅の裏手には大井川が流れていて、そこを走る SL を露天風呂に入りながら眺めることもできます。おただね、まあ、そんなお時間ないんで、まあ、そういうね、時間がない方のためにも足湯があったりするので、まあ、皆さんもね、もしね、時間がないときは足湯だけでもぜひ入ってください。8駅目着きました。道の駅富士なんですけども、2019年にリニューアルオープンした静岡県で一番古い道の駅です。おうここの特徴はね、上り線と下り線で分かれているところなんですね。おう下り線は、まあ、お蕎麦屋さんが一軒あるんですけども、ここ上り線だとお食事処で削りたての鰹節を使ったメニューなんかも食べられたりするんです。おう終わりましたね。いやー長かったですね。最後スタンプ確認やりましょう。一駅目道の駅塩見坂、2駅目道の駅群馬水車の里、水車が映ってますね。3駅目道の駅天竜総図花桃の里、ちょっと掛け橋まで映ってて天竜源一郎になってるね。4駅目道の駅一服どころ横川、古風でいいスタンプですね。5駅目道の駅奥大井おとぎの里、ちゃんとね景観も映ってていいスタンプですよ。6駅目道の駅フォーレ中川根茶名館、いいスタンプ雑雑7駅目道の駅川根温泉、本当はねこういう風に SL が見れるんです。8駅目道の駅富士、道の駅からも富士山が見れる展望台があります。残すところ道の駅富士尾山、残すところここのみ。うん全25駅中24駅一応達成しました。あと一歩。今日はねあんまりこう軽食とかではなかったね。休業とかも続いてね、一つ一つをちょっと重めに楽しんだっていう感じで、お茶のね、うん、ああいうのとか今までなかったし、そこはまた新しい道の駅の良さを引き出せたかなって俺は思います。個性豊かな道の駅をね紹介できたのと、結構ね静岡のねこの道の駅巡りね結構難易度高いって、どうでした？結構全部運転してもらったけど今回あの道がめんどくさい、もう辛かった今回は。静岡って海のイメージだけど山も多いから、でそこを横に突っ切ったわけだから彼はすごいすごいハードモードを選んでるからすごい。じゃあ残り一駅で完全制覇したいと思います。